レアチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。僕たちはね、ファズというバンドです。よろしくお願いします。私たちは、ね、12月26日に行われるステアウェイズウィンターライブ、はいはい、おもちゃ箱に、ね、出演することがなんと決まりました。イエーイ。ありがとうございます。これもね、皆さんの応援のおかげでございますね。本当にありがとうございます。で、まあ僕たちがどんなバンドかというと、はい、まあなんか主にね、洋楽のアップテンポな曲を、ちょっとガツガツした曲をね、歌っているバンドでございまして、今年でね、もう3年目となりますね。僕たちが1年生の頃からずっと組んでるバンドでございます。じゃあメンバー紹介ということで、はい、うん。じゃあメンバーをね、じゃあ一人一人、じゃあ自己紹介を、名前と、好きな食べ物、好きな食べ物、じゃあ言っていってください。じゃあ、僕からこういう感じでね、こういう感じで、はい、了解しました。これ最後した、はい。じゃあ僕は、カズちゃんです。カズちゃんです。で、好きな食べ物はですね、好きな食べ物はサラダが好きです。似合わない。はい、絶対ラーメンじゃん。はい、しもっちです。好きな食べ物はですね、そうですね、そうですね、みんな好きです。はい、三段の直俊です。好きな食べ物はサンマです。北海道産の推しです。つまんなくない。そういう感じでね。はい、三女のケンジです。好きな食べ物はは、さくらんぼです。山形はさくらんぼが美味しいです。かわいい。三男の宮本です。好きな食べ物はね、まあ、見た目の通りラーメンが大好きです。中途半端。こんなね、みんな個性豊かなメンバーでやっております。じゃあ、かっこいい、はい、はい、ノリノリ。おお、はい、なんか倒れてない。お楽しい。ああ、いいじゃん。洋楽を歌ってる。ああ、最後なの。最後。ベースがイケメン。そんな感じのバンドでございます。僕はね、僕はまあ、ショベルカーのおもちゃが大好きです。ショベルカーってわかりますか？あ、なんか砂場で遊ぶやつ。そうそうそう。こういうグイーンって、あれに乗るのが僕将来の夢だったんですけど、でこれちっちゃいおもちゃで遊んで、なんか砂場で毎日グワグワって。遊んでましたね。じゃあ、しもっちゃんどうですか？これ、超地味なんですけど、うん、ポケモンの指人形みたいなのあったじゃないですか。あ、100円ぐらいで売ってるなんか、あれで、ポケモンで野球してました。なんかチーム作って。あ、なるほどね。チーム作って、ポケモン。そう、打つとかも勝手にやる。どうやって？こっちのイメージ、こっちの、妄想で。打った。妄想で、そう。なんか、ボーリングのピンみたいな、ちっちゃいなんかキーホルダーあって、それバットにして。なんかボールみたいな。いや、面白い、面白い。リーダーみたいな。イエイティブだな。バッてやって。もう4番サード、2サード。あー、いいね。いい感じだね。この辺がいい感じやね。8番。わかってるね。ね、8番セカンドトゲピーみたいな感じですね。はい、そんな感じで。そんな感じで。じゃあ、最後、宮松君は何が。最後は俺なの。あ、俺はね、やっぱ現代っ子なんでね、こう、ゲームめっちゃしてましたね。はい、そんな感じのバンドでございます。はい。26日、セルミ…何ホールだ？サルビアホール。サルビアホールで待ってます。皆さん来てください。じゃあ、ファズでした。じゃあ皆さん、26日待ってます。お待ちしてます。バイバイ。待ってます。